ここに気がつかないと家があなたを見放してしまうというポイントがね、実はあるんですよね。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。ところでですね、このチャンネル名よくね、幸運スマイルチャンネルとか、最近はコーンスマイチャンネルとか、人によってはもう幸運じゃなくて幸運スマイチャンネルすればいいんじゃないかとか、いろんなこと言われてるんですけども、幸運スマイチャンネルなので、どうぞねこれからもよろしくお願いします。はい、ではですね、今日の内容なんですけども、金運を高めるためにトイレにするべきですね、たった2つのことって話をねしていきたいと思っています。これまでもね、何度となく取り扱っているトイレについてなんですけども、このねトイレ掃除をしても運が上がったという人と上がらないという人がね出てくるんですよね。コメント欄でもね、トイレ掃除をしても何も変わらないっていうふうなコメントもいただいたりするんですけども、一体ねその違いは何だろうかということをね、今日はねどんどん追求したいなというふうに思ってるんですけども、ただそれに関してね、本当に知っておいてほしいのは、このね2つのこと、そしてねその手前に1個もう1つ大切なことがあるんですけども、その話をね今日はこれからしたいと思いますので、最後までご覧ください。そしてね、動画の一番最後にね、今回のワンポイントアドバイスというコーナーもありますので、最後まで楽しくご覧ください。はい、そしてね、チャンネル登録まだの方はぜひねこのタイミングでチャンネル登録をお願いします。そしてね、私は普段矢野慶三公式 LINE というのもやっています。このね公式 LINE ではですね、ここに挙げているような、例えばねトイレで金をね引き寄せるための方法とかね、取りまとめた動画を5本プレゼントしてますので、興味がある方は概要欄の一番上にですね詳細がありますので、そこから友達申請してみてください。はい、ではですねその1からいきましょう。その1はですね、2つの視点の前に大前提があるんですよって話からしたいと思います。というのもですね、すごい大切な話なんですけども、それはあなたの家についてのことなんですよね。すごく大きな文字であなたの家って書いてるんですけども、あなたがですね、自分の家について語るとき、どういう言葉で語るかっていうのを思い出してほしいんですよね。すごい大好きな家でっていうふうに話し始めるのか、この家は騙されてみたいな形で話し始めるのか、そこをねあなたの普段の口癖としてどんなふうにして出ているかということを感じてほしいんですけども、その時にですね、私がどっかこっかで聞くのはですね、多くの人が家についての苦労話をね語る癖があるっていうところがあるんですよね。家についてこの家でどんなふうに大変だった、あんなふうに大変だったみたいな話を中心にされる方が多いんですけども、これをね最近私がずっとお伝えしている家をね一つの人格として捉えてくださいって話をね最近よくしてると思うんですけども、その時にですね、この家が一つの人格だとしたらですね、例えばこの人と付き合うのがどれぐらい苦労したかっていうことを言われたいかどうかなんですよね。自分と付き合うのにどれだけ苦労したっていう人がいたとしたら、そんなこと言われたいと思うかどうかなんですけども、それをね家に当てはめてほしいんですよね。家に当てはめて、そしてね最近ね、このチャンネルでも言ってますけど、家に魂が宿っているとしたらっていう話からしても、そういうふうにして自分っていう 家がですね、自分で暮らすことでこんだけ苦労したんだって言われていたとしたら、家が喜ぶかどうかっていうことを考えてほしいんですよね。なので、ここでね、本当にちゃんと意識を置き直してほしいのが、仮にね短所もあるかもわからないけど、いいやつだと言われたいと思わないかっていうことなんですよね。なので、もしかしたら今まであなたが家イコール苦労話が、あなたの話の癖になっていたとしたら、家ってすごくいいやつなんだって、若干こういったところもあるけど、すごくこの家はいいやつだっていうところからあなたが話ができるかどうかっていうのが、どんなことにおいても、根本的に大切だということなんですよね。これすごい大切な話で、これねこの幸運住まいチャンネル通じて全てにおいて根底にある考え方だというふうに思っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあですね、それをね前提として、その2として、トイレにするべきたった2つのことって話に入りたいと思います。はい、でね、なぜトイレ掃除がこれだけ 着目を、ね、されているのかっていう話からしたいんですけども、これはもちろんね、昔から、トイレ掃除するといいよって話もあったんですけども、どちらかというとですね、商売繁盛している経営者、そして幸せな成功者って言われる人たちがですね、トイレ掃除を率先してやっている人たちが多いからっていうのがあってですね、そういう経営者からいろんなところに広まっていったという流れが実際あったりするんですよね。でなぜそういう経営者、どん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 成功していくような経営者の人たちはなんでトイレ掃除を率先してやったのかということを、しっかりねこれ着目して聞いてほしいんですけども、それ理由があってですね、
それは人に貢献できることがどれだけ清々しいかということを体に叩き込むために実はトイレ掃除をやっているという側面があるんですよね。もちろんね、もっと無心でやっておられる方もたくさんいるかもわかりませんが、実際トイレ掃除をして本当に清々しい気持ちになるっていうことが体感できるようになったらですね、それはどん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 人にねサービスを提供することが喜びになっていくっていう、そういう循環にもなるからなんですよね。それに対して気をつけていただきたいのは、なんで私ばっかしとか、もう私しかやる人がいないかしょうがなくっていう風な気持ちでやっているっていうのは、これね商売で考えていただいてもいいと思うんですけど、そんな気持ちで商売していてうまくいかないっていうのと同じで、家っていうのもある意味家族経営みたいなところとかね、自分の人生計画、人生経営みたいなところがあったとしたら、このような自己犠牲とか被害者意識でやると全くうまくいかないっていうことが分かっていただけると思うんですよね。なので気をつけていただきたいのは、仕方なくとか、なぜ私ばっかしとかいう、そんな状態でトイレ掃除をしたら本当にまずもったいないんだということに気がついていってほしいんですよね。なのでこういうね自己犠牲とか被害者意識にならないように、まず自分の気持ちに気がついてハッとしてほしいということと、そしてもう一つ知っていただきたいポイントがですね、トイレ掃除をさせてもらってラッキーって思えるようなあなたなりのポイントを見つけてほしいんですよね。あなたなりにトイレ掃除をさせてもらって、よし陰徳を積んだ、陰徳の貯金積んだぞみたいな気分とか、何かしらでもいいんですけれども、トイレ掃除をさせてもらってラッキーと思える視点を探すっていうのが、あなたにとってすごくね金運とか幸運とか引き寄せるポイントになってくるんだということに、気づいていってもらいたいなというふうに思います。そしてね、もう一つの視点の話もしたいんですけども、もう一つはですね、トイレ掃除は毎日するっていうふうにすることをお勧めしたいと思ってます。というのもですね、1日10分掃除でトイレをきれいにすることができたら、毎日のトイレ掃除は ほぼやらなく済むっていうかですね、ちょっと拭いたらおしまいぐらいのことで日々ね過ごせれるようになってきたりするんですよね。なので1日10分掃除でトイレ掃除を何回かしていくと、もうトイレがきれいになって、そしてそのトイレをですね、ちょっとやるだけで本当にね掃除が簡単になるというふうなこともできますので、それをね、ぜひね、毎日やるということをね心がけてほしいなと思います。特にですね、なんでかという部分の話もすると、実はね見た目と匂いがですね、その人の脳に快か不快かっていうのを与えるって話をねこれまでも何回かしてますけども、トイレはまさにそういう場所なんですよね。特に匂いとかがですね、ウエってなるような感じだったら、もうそこにトイレ行くだけでテンション下がるし、ストレスにもなるっていうところがあるんですよね。なのでそれをね、しっかり逆手に取っていきたいんですけども、トイレに入ると気持ちが落ち着いて、ストレスがね軽減される、ストレスがなくなるとか、落ち着きが出てすっきりするっていう風な形になるトイレにしていくことがポイントなんですよね。というのも、なんでかというと、ストレスがない状態を作っていくことが実は非常に金運にもつながっていて、なぜかというと、金運でね最も重要なものっていうのは、楽しく関われる人間関係とか家族関係が持てるかっていうところがポイントなんですよね。金運は人が感謝して連れてくるっていうのがですね、金運の根本にあるからなんですよね。そしてこれは仮想でも金運を司る中にですね、人間関係の楽しい交流が欠かせないっていう要素が入ってたりするんですよ。なのでそういった意味でもですね、このトイレ掃除を通じてそういうふうにして人に貢献できる、自己犠牲からではなくて自分が楽しんで率先して人と関われるような自分の状態に作っていくことがポイントになったりするんです。なのでね、まずこのその時にも、あなた自身のその心がですね、トイレをやることで、いろいろすることでストレスになるんじゃなくって、これね一瞬にしてねトイレが汚れていったり匂っていったら不快になるので、そうじゃなくって、トイレがね本当にね、すっきりするようにしていってほしいと思うんですよね。ただその時にね、いつも綺麗じゃないとダメだっていうわけではなくって、例えばトイレがちょっと汚れてきたなと思った時にはですね、察知してほしいのが、実はトイレの汚れ具合とあなたの心の疲れ具合っていうのが結構マッチしてるっていうことを知ってほしいと思うんですよ。なので、いつもトイレ掃除してるけどなんかトイレが汚れてきたなと思ったら、ちょっとあなたの心が疲れてるんじゃないかなっていうふうにして察知して、そしてねちょっと、少しゆとりを持って
あったかいお風呂に入って熟睡するとか、お香を焚いていい香りをね、嗅ぐとかして自分の心を整えつつ、そしてトイレもね、汗できれいにするっていうことをやっていただけたらなと思います。こういうふうにしてですね、たった2つのことって話をしましたけども、トイレをね、掃除することで本当にね、心が軽くなって、そういったことを実感する中で、金運っていうものが最終的にぐるっと入ってくるんだというね、こういう大きな流れをね、ぜひね、知ってほしいなと思います。なのでトイレ掃除をしたから、なんか臨時収入がボタッと入ってくるとか、そういったこともある人もいますけども、それはね、稀にある話のことが多いんです。なのでもしあなた自身がどん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 幸運とか、そしてさらに金運というのを高めていこうと思うとすると、今日の話をね、よかったら繰り返し聞いて、そしてそういう思いで実践するということをね、ぜひやってみてください。はい、ということでね、今日の話そろそろこれで終わりますけども、よかったらね、感想とかね、コメント欄からどしどしお寄せください。毎回ね、すごい楽しみに拝見して、ハートマークも押させてもらってます。あとね、リクエストがある方もコメント欄からお寄せください。またね、動画で取りまとめてお伝えするようなこともやってますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ね、そろそろ終わりになりますけども、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録とね、高評価のグッドボタンをね、押していただけると励みになります。よろしくお願いします。はい、そして、ね、最後に一つお知らせがあります。私は普段、幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンをね、 Facebook のグループページを使った有料のサロンでやっております。このね、サロンの中ではね、クローズだからこそお伝えできるような話を、たくさんお伝えしたりとか、あとはね、サロンメンバー個別の毎月の運気の活用法の話をさせていただいたりとか、あとね、月に1回から2回、私に直接音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやっています。興味がある方は概要欄の2段目あたりにね、詳細がありますので、それを1回覗いてみてください。よろしくお願いします。はい、ということでね、最後になりますけども、今回のワンポイントアドバイスです。ワンポイントアドバイスはですね、一番初めに言った、このあなたが住んでいる家があなたの友達、親友だとしたら、その親友のことを人にどう伝えたいかということを本当に考えてみてください。あなたの家が親友であれば、あなたはその家のことをね、周りの人に悪く言わないと思うんですよね。なので、そういうところからあなたが家と親友として付き合えるかどうかみたいな視点をね、しっかり意識してもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日なことを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。